ミスター K、 あなた方と戦うのは了承しました。君のことは何でも分かってるさ。 PBS の真の目的についてだね。優勝したら教えてくれるとの約束でした。聞かせてもらえますよね。オッケーオッケー、それじゃあちゃちゃっと説明しよう。忍びの素質ある者が水着姿でびっちょびっちょ、水鉄砲を片手にぐっちょぐっちょ。そんなびちょぐちょっ子たちが戦えば、この地に集まる忍びのエネルギー、それが PBS の真の目的なのよね。忍びのエネルギーを集めるのが目的。真の復活を遅らせるため、少なくとも私はそう聞いている。そんな大事なことをこんなふざけた大会でやっていたのですか？だってせっかくなら楽しい方がいいじゃない。君たち普段は過酷な修行したんだから。私たち二人からあなたたちへのラブ&ピースの気持ちよ、受け取ってちょうだいね。確かに楽しい思い出にはなったよね。でも残念ながら忍びのエネルギーがちょっち足りないのさ。そういう理由があるのならば、こちらも真剣に戦わなくてはならないな。そうそう、本気でかかってきなよ。私たちも超本気でやっちゃうからさ。だってこれは私とミスター K の素敵な思い出にもなるんだから。では早速参りましょうかね、シキさん。うん、やろうやろう。私たち決戦の力をとくとご覧あれ。行くぜ、ジェット系。行くわよ、ジェット R。 参ります。優勝パーティーだ。ええ、パーティーの料理はわしが腕を振るいます。楽しみ。
最後の戦いも勝利しました。これが決戦の力です。記憶に残る戦いでした。どうやら忍びのエネルギーも十分この地に集まったようだな。ええ、これでこの世界は救われたはず。お二人の目的は何だったのですか？ユーたちには感謝している。だから島を出るときに全てを話そう。それではあとは君たちの時間だ。邪魔者はこれで去るとしよう。あなたたちは本当にいいチームね。たとえこの先別れることがあったとしても、その絆が消えることはないわ。うん、そうだよ。私たちの絆は距離や時間でなくなるものじゃないって。ええ、そうですね。それじゃあしきちゃんは？ちょっと待て。はい、どうぞ。決めた。私海外に行く。行ってくるよ。そうですか。四季の夢への第一歩ですね。でもね、私自分の夢を叶えるためだけに海外に行くんじゃないよ。最後まで PBS をやってわかったんだ。ユミチン、夜桜チン、ムラッチ、みのりちん、みんながすごく強くて素敵でキラキラしているから、私も忍びとして負けたくないって思ったの。だから行くんだよ、海外に。私の夢は世界のスーパー忍者になるだけじゃない。みんなと一緒に一人前の忍びになること。みのり、泣かないんじゃなかったのですか？泣いてないもん。みのりは、しきちゃんが決めたことを応援するよ。頑張れしきちゃん、頑張れ。ありがとね、みのりち。でもね、今すぐ行くってわけじゃないよ。いろいろと準備も必要だしさ。っていうか決戦の卒業後に行く可能性もあるし。卒業後でもお別れはお別れだもん。海外じゃ遠くてすぐに会えないじゃん。明日から早速語学の勉強をしましょう。いつでも会いに行けるように。オッケー。というかさ、今すぐに行けない理由はまだみんなとやり残してることがあるからなんだよね。やり残していること？決まってるでしょ、優勝パーティーまだやってないじゃん。そうでしたね。だからさ、帰ろうよ、私たちの決戦に。それでド派手なパーティータイムと行こうよ。うん、そうですね。デカ盛りはわしに任せてください。それではみんなで思い切り楽しみましょう。妙妙たる評価、誠に感謝いたします。